青沼合戦とは、1335年、信濃国派に信品群戦山郷にあった守護所が、北条氏の残党を擁護する国人領主らに襲撃されて起きた合戦。信濃国は長く湿気北条氏の治療地であったため、五代五天皇の剣務の申請に不満を持つ国人領主らは、北条市温湖の諏訪市や重野市らを中心として、北条時行きを革命。 鎌倉幕府の再起を図って挙兵したことにより、中仙台の乱が勃発した。小笠原定宗は、早くから足利高氏に味方し、北条政権打倒に功を認められたことで新たに、品の守護に任ぜられ、蟹品軍船山郷に守護所を置いていた。この地を、隣接地川中島の国人領主の忍びや、佐門太郎や星名や三郎らが襲い守備側にいた。 市川氏らと近くの八幡河原の一帯にある、青沼周辺で合戦となった。星名、篠宮勢は敗走し、福井河原や篠野井河原、篠宮河原と転戦し小笠原勢は、追撃を重ねた。この間に、北条時行を要する諏訪氏重野氏らは、品の府中に進撃して、国賀を焼き打ちし、県務政権が任命した国司を自害させた。 勢いに乗って、武蔵国に侵攻し、鎌倉に攻めのぼり、鎌倉府の実権を握っていた、足利忠義を敗走させ、三河国に追放した。こうして一時は、北条を残党軍が鎌倉を占拠するに至っている。しかし京都から足利高氏が駆けつけて、忠義に合流することによって、中仙台の乱は、収束に向かい、諏訪よりは自害し、 北条時行は逃亡した。1336年勢いを盛り返した小笠原定宗と村上信貞が羽西名国へ多層にあった清田貴城に北条方の残党が立てこもって抵抗するのを攻略し、牧城へと転戦している。ありがとうございます。